民主勢力同盟は、ブルガリアの政党。1989年12月5日創設。ブルガリアにおける民主化運動を主導したエコグラノストや、グラスノストと民主主義のための連合、緑の党のほか、共産党政権発足以前の伝統的野党である、ブルガリア社会民主党、農民同盟、ニコラペトコフパなど11の野党の連合として結成された。 翌1990年6月に行われた大国民議会選挙の前までにさらに6党が参加。選挙では首都ソフィアなど都市部を中心に支持を拡大、ブルガリア社会党に次ぐ第2党となった。選挙後、新憲法の制定をめぐり、同盟内の意見が対立、早期選挙を求めるグループと憲法総案採択後の選挙実施を求めるグループに分裂した。 新憲法制定後に行われた国民議会選挙では39人組を中心とする国民運動派のほか中道派、自由派の3つに分裂したが国民運動派のみが阻止条項である得票率5%を突破して議席を獲得し社会党を上回って第一党となった。選挙後、トルコ系住民の政党である権利と自由運動の格外協力を得て ディミトロフ議長を首相とした単独内閣を発足させた。しかし、ディミトロフ政権の下で行われた、急進的経済改革と緊縮財政政策に反発した権利と自由のための運動が92年に支持を撤回した結果、政権は崩壊した。その後、同盟から離脱者が相次いだ結果、1994年の国民議会選挙では、 前回議席を大きく下回る結果となった。選挙後、政党連合から単一政党組織への組織転換が行われた。2009年6月の欧州議会議員選挙では、強いブルガリアのための民主党と政党連合、青い同盟を結成して1議席を獲得。翌7月の国民議会選挙では15議席を獲得した。調整評議会議長統一後の議長。 ありがとうございます。